ミッチティは牛肉や羊肉、ニンニク、黒胡椒、タイム、コリアンダー、アニス、セーボリーなどの香辛料を加えて、ひき肉を円筒型に焼いたルーマニア料理である。また、重曹やスープ、水なども加えられる。バルカン半島の中東のチェバプチチによく似ている。フライドポテト、マスタード、ピクルスなどと一緒に食べることが多い。19世紀後半。 ブカレストのリップスカーニ地区にあるラ・オイレイというパブで働いていたイオネスク夜だけがミキティを考案したという話が有力である。言い伝えによるとイオネスクは生ソーセージで有名だったが繁忙期にはケーシングが足りなくなりソーセージの中身だけをグリルで焼くことを思いついたという即興で作ったこの新しい料理はすぐにヒットしその後も人気は衰えなかった。 近くにある有名なレストラン、カル・シーユーベレが、ミティティ発祥の地とされることもある。1870年に、フランス系ルーマニア人ジャーナリストのユリス・マルシャックが、この料理について、初めて言及し、1872年頃には、作家のニコライ・オラザヌが、イオネスクのパブで食べたことを書いていることからその名が、ついた。また、イキャットリナ・ステリアディア。 JC ヒンティス級などの料理本にも同じような皮なしソーセージが登場している。年月が経つにつれてキャラウェイシードやオールスパイスなどの原型となる材料が失われ牛肉や洋肉ではなく豚肉で作られるようになった。また現在では気泡剤である重曹がよく使われており味と食感の両方を向上させている。ミッキィは ルーマニア全土で人気があり、ルーマニアでは年間4億4000万個のミキティが消費されていると言われている。家庭、レストラン、パブなどでも食べられているが、屋外でのグリルのイメージが強い。多くのルーマニア人が命令を祝って、バーベキューやピクニックに出かけることから、近年、ミキティはこの祝日と強く結びついており、2019年の5月1日には、 ルーマニアで3000万個のミキティが食べられた。ミキティはそのような公式な故障を持たないにもかかわらず、メディアではルーマニアの国民食と呼ばれることもある。2018年にはルーマニアで生産されるミキティの5%から10%が輸出され、主にイタリア、スペイン、イギリスなどのルーマニア人のディアスポラが多い国に輸出されている。ありがとうございます。